おはようございます。塚原農園です。今日は家庭菜園巡りをしております。日曜日ですね。いやー、今日は暖かい。今日昨日も暖かかったですけどね。今日はもっと暖かいですね。小春日和です。でも風がちょっとありますね。今日は家庭菜園巡りしているんですけれども、皆さん牛糞すごい入れてますね。これこちらに写っているのもこれ黒っぽいのこれ。全部牛糞です。 薄く見えるかもしれませんけれどもこの下すごい入ってますよ <laughs> すごい実はあちらの方に道路があるんですが、うん、私が先週仕事している時に、うん、牧場の方からダンプカーが入ってきてここであそこに開けていたんですねバサッと2トン車1台分の山がの牛糞がこの大体100坪ぐらいあるでしょうかこのぐらいの畑に全部巻かれていますすごい いやーこれもすごいなこれニンニク何のニンニクの品種だか分かりませんが葉っぱがでかいですねさすがにんここのところずっと寒さが続いてますし12月1月2月と寒い時期はニンニクの葉っぱは茶色くお化してますけど軸がいやまあ太いこと太いこと何の肥料をあげてるんでしょうかねまあそれにしても牛糞すごいなこれ これはシルバーのマルチなんですけれどもここにも入れてこれ管理器で、ね、なんかこうバーって耕した跡がありますねこれホンダの管理器を使っている方ですねおっこれこれあれじゃないですかね「らっきょう」「らっきょう」っていうんですかね「エシャレットとか「若どりすればエシャレットみたいな美味しいですよね エシャレットちょっと食べすぎると胸焼けしちゃいますけど <laughs>、うん、私はお酒は飲みませんがエシャレットに味噌をちょっとつけて食べるのが好きですニンニクもつけると美味しいですねうーんいろいろやってますねみんな面白いうん元気ですねこれはいい感じですねこれは大根ですねなんか大根もこうやってんビニールなんかやっとくと意外と寒さに強いんですよね これはマルチなしのニンニクですねあれこっちの方が小さいからこれが普通のホワイトロッペンでこっちはジャンボニンニクなのかなやれてみれば葉っぱはでかすぎますもんねこれジャンボニンニクかもしれませんねあとで聞いたらこれは教頭先生の畑なんですけども教頭先生が来たら聞いてみましょうでこれは玉ねぎですねた玉ねぎはもうほんと今年は皆さんも苦労してるんじゃないですか 見た目がちょっとこう,うーん茶色っぽいような感じが強い今年は特に強いですよねでも玉ねぎは結構強いですから、ね、こんな感じでいっぱい植えてありますね12345丁の5畳のマルチですねうんすごいここがすごかったんですい、えー、っぱい巻いてあったんですじゃあ、よーくやりましたねこ教頭先生膝が痛いっておっしゃってまして 休、ね、休み休みやってたんでしょうねよーくあれだけあったものをこう平らにしたなーすごいなここですちょうど縁石道路なんですけれどもここにこうバックしてきてここで2トン車がくっつけて煽りを開けてダンプアップをしてここに2トン分の <laughs> うーんまあ2トン分っていうかまあ容量ではもっと軽いでしょうけれども2トン車1台分の。 あ湿っているともっと重いのかな <laughs> 湿り系があった方が重いのかなどうなんだろう,うーそれがここに開けられていたんですね山になっていたそれを全部スコップと一輪車で一人で運んでましたよすごいですよねすごいないつも私が仕事帰ってきてここを通るとお一人でやっていて真っ暗になるまでやってました はい。そしてえ、こちら、女性の方の畑ですね。これは、結構遅めに巻いたほうれん草ですね。少しずつ大きくなってますね。ここの方も、牛糞の堆肥の、もう山の畑って感じなんですけれども、もう土がふわ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 、すごいですよ。お、なんか白いものがありますね。白い粉が降ってある。あれは小石灰かな奇石灰かな駆動石灰かなうん。 まあ真っ白ですね。すごいですね。この、鶏糞じゃなくて、えっと、牛糞うふを入れてあって、これ牛糞っていうのはすごくいいんですよね。ちょっとこちらに転がってあるの一つ、ちっちゃいのちょっとお返します。あ、これの方がいいかな。よいしょ。これ見てください。これ開けてからおそらく、結構立っていると思うんですけれども、こうね、こう空気の層がありますよね。隙間がある。 ここれが土に混ぜ込むことでいいんですよねでよく拡大するとうーん何ですかねこれが微生物の餌になって畑に土と混ざると微生物が畑にいる微生物とかもうこの中にもすでにいると思うんですけれども混ぜ込むことによって活発に動くんですね。 そうすると土が柔らかい土になるということでみんな入れてらっしゃるというか地力をアップする地面の土の力ですね肥料分とかではないんですこれは肥料分を狙って入れてるわけではなくて本来持っている野菜が育つためのものというよりも 自然界の植物が育つようななるべく近い環境に人が足で踏み固めたとことか機械で踏み固めたとことかではなくて林のような森のような自然になるべく近いようなものに戻してあげるような、えー、働きがあるんですねだからこういったものを入れているといい野菜ができるっていうでねでも入れすぎもよくありませんけれども、ね、すごいですねこれが牧場の。 あれですよ方たちが作った堆肥ですからすごいです。いろいろと牧場の方もただ単に牛さんがしたこの排泄物を積んでおくだけではなくてもう本当にこれ作るの手間がかかるんですね。何何回回も何十回も十機械を使ってただこう 切り返すすんですねそうするともう湯気がモコモコモコって温かい湯気がモコモコモコって私もよくお手伝いで行っていましたけれどもすごいですよ大きいジョンディアのトラクターですねドアっと何百馬力ってあるトラクターで、えー、切り返すんですが1日がかりでやってましたねあれが <laughs> 若い頃面白くてよく手伝いで、えー、行ってましたはいこちらの方は いやーもうすごいですねこれも <laughs> ブロッコリーとキャベツの残せいっぱいありましたけども大根も全部なくなって片してありますねうわすごいなーあいやちゃんと荒おこしてある綺麗に耕そうと思えばできるところをあえて山にして風化させてますね風化させる面積を作るには平らにするよりは並々にした方が面積あ広がりますからねさすが 秋田県の方、やってますね。山うどのところに米ぬか振ってますよ。<laughs> ちょうど動画で紹介した後に米ぬかを見ると嬉しいですね。うん、自分の畑では感動しない、えー、ところも他の人の畑で感動することもあります。やってるなーって、うん。やっぱり米どころといえば東北ですからね。まあ、全国各地うまい米屋たくさんありますが。 私の認識としては米って言ったら豆腐が美味しいかなっていう風に、えー、感じですけれどもねこれ秋田県の方ですけどここは山うどが南白山うどを柔らかいよくスーパーって真っ白い山うどですよね、まあ、本来の山うどって伸びてきたら緑紫色から緑になってで大きくなって硬くなるんですけれども地上部に出て光が当たらないように竹の筒とかを刺してえ中を。 上に出しても柔らかい山道を作ってらっしゃる技術者の方ですね。今度キノコ狩り風のあれでも落ち着いたら一緒に行こうぜなんてですね呼ばれちゃいましたよ。俺はもう年だからうー塚原さん運転してってですね交代交代にやればい体が楽でしょうなんてねうん場所は誰にも教えらんないんだけど塚原さんだったら教えてあげるや」ってですね今度タケ取りに行こうってですね楽しみです。 いいいいっぱいいただいちゃいましたよね冷凍の美味しかったチとちたそば大好きです子供のから何で好きになったのかってやっぱうちの親父が好きだったから俺が好きになったのかなって感じですねうん親が食べて好んで食べていたものは子供って真似しますからねこれはさくらんぼの木団地という品種改良したものだとおっしゃってましたねえー、下にも米ぬかいっぱいひいていますよすごいな あっちには刃物ですね。刃物がたくさんあります。ほうれん草、小松菜、もうネギも終わっちゃいそうですね。大根もちょっと抜い引っこ抜いて邪魔にならないところに移動していけてやる感じですね。うん、さすがさすが。あ、これよーく見たらこれ米ぬかだけじゃないですね。これ、ペレット何のペレットだろう？ ペレットって言ってもいろいろあるんですけど私のところですぐ手に貼りやすいペレットはまあ鶏粉が1番2番は豚粉ですね、えー、牛粉っていうのは今のところこの辺ではあまり取り扱いはしてません特殊な肥料屋さんだけだと思うんですがどうかなこれなんだろうこれはもしかしたらぼかしが入ったやつかもしれないですね 今ぼかし肥料っていうのもこのようにペレット化状になっている、まあ固,形ね、固形物ですよねちょっとこれよそ様の畑に触ることはできませんがこれ見えますかこの白い粉の上にあのうさぎの糞みたいな感じでこれですねこれ今ありますよね肥料でも軽粉ペレットとか上からパッと巻いても風で粉が飛ばないものとかいそういったものが今出ていると思うんですけれどもそれでも ぼかし入りとかぼかし肥料のペレットとかっていうのが今出てますよねすごいですねこれ米ぬかやってますからおそらくぼかし関係だと思います米ぬかの上にぼかしをわざわざ振っているわけだから、えー、となるとうんそのうんぼかしは主成分としては、えー、まあ、やっぱり系粉系でしょうね系粉と米ぬかっていうのは相性がいいですからね ちょっとトンプンだと熱が上がらない発酵しない、まあ、上に振っただけじゃ熱は上がらないとは思うんですけれども相性がいいのは鶏ふですねうーんやっぱり家庭菜園の畑って見ていると面白いですねいろいろ人それぞれ個性がありますまっすぐ畝を作る方もいればハス状に、まあ、自分の入りやすい場所から畝を作る人もいると。 で空いたところからどん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 と空いたらもうすぐ種をこのようにまいて次収穫できるようにやると本当に面白いですねでまた自分の体調に管理に合わせて無理に作付け野菜を作らないで、えー、春になったら自分の好きな、えー、スイカとか、えー、果物関係みたいなんですねメロンとかあ,あいったものを作ると。 冬の間はカルダを休めてまあ、ちょっと草抜きやえ土作りなんかは程度で楽しむとかいろいろ人数々ありますねでまたこちらも女性の方ですが見てください綺麗に咲いてますよあそこら辺に山にぼっちになってるぼっちになってるの分かりますあれ草ですおそらくびっしり生えていたと思いますよこれ管理器一つ使わずに全部手で、ね、草刈り釜でやってたと思います 三角砲かもしれませんけどね。すごいですね。おおこれは、なんだろう、これは。なんか出てますね。こんな感じの,のが。なんか去年も動画に出てきましたけど、ちょっと忘れちゃいました。えー、スズラン、スイセン、<laughs> ジャマイ、ジャマイリスは違いますけどね。まあ、そんな感じの。 目が出てますねこういうのを見るとあもうそろそろフキノトウが出てくるなーって感じるのは僕だけでしょうかフキノトウは大好物ですフキみそとかフキノトウの天ぷらとか、ね、パーッと開いたのも好きですでもパーッと開かないでギューッとしたつぼみの方がお苦くて美味しいんですよね でもパーッと開いた方が、うん、かさ増しするので、うん、お腹いっぱい食べたい僕にとっては塔が立っちゃった本当の吹きの塔が好きですおこちらは柿キナがあれですねやっぱり昨年の、うん、大寒波が影響してるんですねこれ柿キナこっちはチヂミナみたいな感じですけれども、うん、去年が暖かすぎただけになんかこう環境がなんだかうん感覚がみんな ちちょっっっと分からなくなくててきちゃってるんですよねいやーここ数年続いてましたからね暖かい日が。で柿キも普通だったらもうみんなこんな感じだと思うんですけれどもこの中の方がみんな株元からぐったりしてるじゃないですか。これやっっぱり大寒波の影響が今になててて出てきてるんで,す、ね、でその大寒波が来るまではすごい暑い日がずーっと続いてたいつまでも。 で野菜がぐーっと本来だったら今頃伸びるはずの野菜が11月頃にまでに大きくなっちゃったでそこで一気に寒さが来たからああいうふうに枯れちゃうんですよねやっぱり植物って季節に合わせて育たないとうーん対応できない体になっちゃうんだなーってうーんこれは土作りでは対応ができないこともあるのかなーってうーん難しいとこですねでも白菜が あります、ね、サクサイももうそろそろもう2月張りましたのでまあだいたい終わるんじゃないでしょうか、まあ、ブロッコリーの即死があったりとかまあ、食べ残しの大根 ちょっと引っこ抜いてみて上のところの巣が入ったところだけ切り落として食べられる地中深く眠っていた青首大根の根っこなどは持ち帰って、えー、食べたりとかおろすと美味しいですからね寒さに当たると上は巣が入ることもあるんですけど下にあるところは梨のようにみずみずしいですからねおキャベツもいっぱいありますねあムクドリヒヨドリとかに狙われてますね これそうですね縁がこんな感じでボロボローってなってますけどでも自宅で食べる分だったらいいやって感じで、ね、そんなにもう春だしもうそろそろ春になるしこの畑も片付けるし、まあ、わざわざここへなんかかけたりしとかしてやるよりはうん、まあ、食べられる分だけ食べてあとは片して違うところなんかに穴を掘って残砂のクズは埋めて。 こういったところをまた堆肥とか、うん、肥料とか石灰とか入れて幸運機とか熊、えー、んかですね耕したりとかしてやるんでしょうねうんおおこれすごいなこれ後から撒いたんでしょうねこれはうんすごくレタスに似てますけどね何だろうなここ,ここだけなんかレタスっぽいですけどねこっちは明らかにうん あのー、冬菜みたいな一種ですけどねこっちは何だろうなこれもこれは小松菜いやこれも菜の花っぽいですねこれだけなんかすごい色が鮮やかですね画面で伝わりますかね緑緑黄緑色みたいな畝 <laughs> が綺麗です先ほど来てやってらっしゃいましたすごいですよ元自衛官の方ですからね、うん、航空自衛隊だったのかな すすごいいですね素晴らしいそしてこちらの方は、えー、果樹ですねこれ柿の木とかありますね柿の木とかこれは染料かな染料ですかねこれはうんそしてあ草取りしたんですね柿の木の下結構果樹の下って霜が直接あんまり当たらないから 葉っぱがが雑草が生えるんですよね果樹の葉っぱなんかが落ちてその落ち葉が霜除けになって草が生えやすいで堆肥みたいなもんですからね植物性の堆肥があるから草が生えてしまう養分いっぱいですからねあとはこんな感じでこれはイボダケですね青ダケとかって呼ばれるもの支柱ですね夏野菜のトマトとかなすに使うやつすごい面白いあれバネサスですね いばすごいな車の車のやつかなスプリングぐるぐるぐるっと丈夫なやつあれを地中にらせん状に埋め込んでこんな感じで工夫してますね <laughs> すごいなで管理機が畑にポツンと開いてあるこんな方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね、盗まれないように <laughs> 気をつけなくちゃいけませんけどねおここは面白いですねここの開いている もう明らかに畑じゃないようなスペースに空いたものを植えといたんでしょうね。これ巻かなかった白菜。じゃーん。これは植え付けが遅かったのかもしくは線虫がいるのかどうなんでしょうかね。この白菜こういった白菜の方いらっしゃる方いますか意外とこんな感じでヒヨドリとかにムクドリとかに食べたり,たりしますけれどもこれが。 3月になってくると急に中から塔が立ちます。ぶーっと。菜の花の中でもこの白菜の塔はとても太いです。にょきーんと出たところ。 バツーンととてそれ食べるとめちゃくちゃゃく甘いのでもしこれなんか白菜失敗しちゃったなでも,もここ別にすぐ春の野菜植えるわけじゃないしなんかちょっとこうまだ取っておこうって方ぜひこれはこのままにしておいてください肥料も何もやらなくても季節に合わせてとが立ってきますその時は下の方からやらないである程度伸びて花芽がちょっと咲くかなっていう前につぼみの状態で。 上の方でパツンと切ると、そこから株元までの間から即死がどん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 出て長い間菜の花ですね。楽しめます。はい、あとはこちらの方ですね。これはおネギ春鳥一本ネギって袋がありますね。で、こちらには自家製のラベル、これ種袋を切ってラベル状にして、銀色のは種袋の内側ですね。 確かに水はじきの効果がありますからね坂田の種さんの袋かなこれ太っこネギってやつですねネギの種が降ってあるである程度の季節になったらもっと新しいものが芽吹いてくるから植えるんでしょうね植え替えをして移植またこれ工夫してますよこれ田んぼなんかでよく使っているあぜ板ですねパリパリって日が当たるとパリパリってやっちゃいますけど安くていいですよね こちら側側側がががが北北ななののででこちらら西西風風風入らないいよようにと強いのが西風と強すよねそれが直接当たらないようにこれをやっておくだけでもう種を振っておいても刃先はさすがに枯れてますけども春になればいくらでも芽吹いてきますからね刃先っていうのは枯れても全然問題ないんです。 私たちがハウスの中で育てているネギだってある程度大きくなったらハサミでちょん切っちゃいますからね、はい、この方が自然の環境に合わせて育つっていうことでいいんじゃないですかで、まあ、時には大寒波でですねダメになっ,てこなってしまうこともあるんですけれどもやっぱりこうやってやっておくたったこれだけのことで守れちゃってるわけですからねこちらにも波板がありますもうこの木の枝ですね杭代わりにして ノコギで切ってて刺してありますよねあとアーチパイプとか使ったりとかちょっと見えるかなはいこれはスナックエンドウスナップエンドウエンドウ豆系の植物ですね上に不織布などをかけなくても風よけをしているので大丈夫なんですねうーんすごいでであとはほうれん草で 中がここのところ日中気温が高くなっているのでビニールトンネルをめくり上げて、ね、少し寒さに当ててるんでしょうねすごいな、はい、ということで今日は家庭菜園を巡りをしながら、えー、今日はですね牛糞とか米ぬかとかぼかし肥料を使っているという状況ですね皆さんにお見せしたいと思いまして動画にさせていただきました。 やっぱり家庭菜園の方もこの冬野菜などを植え付けたりとか種をまけない時期でも、うん、土作りということを、うん、大切にですねやっていらっしゃるということをですね注目していただければなと思いますまだまだ寒い日が続きます今日はちょっと風が強い日でしたが、まあ、比較的、えー、太陽の光もですね強くて、えー、過ごしやすい菜園の一日になったんじゃないでしょうか え、くれぐれもお体にですね、気をつけて、もう風、えー、ひかないようにですね、え、うがい、手洗いだけはきちんとして、え、風をひかないように、楽しい菜園、春の菜園ができるように、え、お過ごしください。では今日はこの辺で動画を失礼いたします。また、来週から、え、作業動画に入りますので、そちらの方もよろしかったらご覧ください。今日の動画いいと思われる方は、高評価ボタンと、 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。